象徴してこの時代を誰よりも早く生きるよ。想像してその未来を。どうもハイパードスピーチの空力です。今日は GR ガレージ西宮さんにお邪魔しております。そうなんです、先月の2月19日に行われましたこちらね、 TS050 ハイブリッド最速決定戦、そのコースがねまだちょっと残ってるということでね、急遽駆けつけました。皆さん生配信ご覧になられた方も多いのではないでしょうか。まあ、ちょっとねその2月19日以降のね様子なんかもね、小川店長の方にねちょっと聞きたいと思いますので、ちょっと小川店長呼んでみましょうかね。小川店長、小川店長、はい、こんにちは。ご無沙汰です。先日ありがとうございました。どうでした？結構な方。そうですね、今回 YouTube で告知はしてなかったんですね。まあ緊急事態宣言っていうのもあった中でだったんですけども、はい、ただそれでもですね、前回前々回その後にコース開放っていう形をやってるっていうのを、まあ、してるだろうっていう思いでなるほど、みんなチェックしてた。はい、まあ、その中で来られた方に、まあ、対策取っては開放させてもらったんですけれども、たくさんの方来ていただいて。あ、よかったよかった。今回のね、そのコースは富士スピードウェイをねモチーフとしてレイアウトをしてまして、まあ、実際のそのサーキットが、まあ、ミニ四駆コースに落とし込まれているということで、まあ、もちろんね TS050 も実車ですので、なんとなくその32分の1スケールではありますが、はい、まあ、そのレースのね熱さっていうのが伝わったんじゃないでしょうか。これもありがとうございます。アップにしてもらって。アップにそれはそうですよ。だってここにハイパーダッシュ生地ステッカーがこんないいところにつけていただいてるんですが、これはもうバンバン宣伝しましょう。ありがとうございます。ね、はい、TS050。これはあれですよね。GR ガレージ西宮バージョンということで絶賛発売中ということでして、はい、店頭もしくは、オンラインショップの方で、購入することが可能ですので、皆さんねぜひぜひご購入いただいてはいかがでしょうか。もしかしたら売り切れたら再販はないかもしれない。そうです、買うなら今っていうところです。皆さんもう一回言います、はい、買うなら今です、はい、ということで、今回はそう店長、僕がここに来た理由はですね、前の TS050、まあ、ハイパーの敷地は1回戦勝ったんですけど、まあ、ちょっと過去ね、スープラ、そしてヤリスで、今回 TS050 この3車種が今あるじゃないですか、はい、この3車種ハイパーダッシュ基地マシンでどれが一番この富士スピードウェイを模したコース速いのかっていうのをちょっとねチャレンジさせてもらおうかなと、はい、まあ、3000円とかレギュレーションは全部一緒ですもんね。一緒です、もう作った時のまま、うん、はい。1位スープラ、イエーイ。2位ヤリス。そして今回のために作った TS050 が3着でした。あれってことはセッティングもろもろこれが正解だったのかな。今回かなりの差がありましたよね。そうですね、車種も MA でいけますし、3000以内に入ってるし、あれこれだったの。また店長ね、今後これ GR ガレージさんで生配信とかもするかもしれないですね。そうですね、もちろん、はい、いろいろと考えていきたいなと思っております、はいはい、ぜひぜひ皆さんね、まあ、コロナで大変な時期ではございますけどもね、ミニ四駆精一杯楽しんでいければと思います。それではまた次回ねお会いしましょう。今日は GR ガレージ西宮さんからお送りしました。バイバイ。